も込みです。さて本日はこちらクラクラ日本一決定戦用のクランから動画をお届けしたいというふうに思うんですが、いやこれ私のじゃないんですよね、残念ながら。クラメンがですね、いやクラウスさんと当たりましたよって言ってね、興奮して連絡してくれて、でまさか番狂わせかと思ったら、まあ、残念ながら負けてしまったらしいんですが、まあその負け方がめちゃ気持ちよくね、ものすごい綺麗な全開を2個取られたっていうことで、呼んでくれてですね、今動画を撮っているというところになります。自分も出たかったですね。めちゃくちゃなんかツイッター盛り上がってるし、クラン内でもメンバーが楽しそうにそれ参加したんで、行きたかったんですけども、この時間がですね、ちょっと厳しくて、ドイツって、日曜日にですね、店が全部閉まっちゃうんですよ。で、買い物だからその日用品とか食料とか、土曜日に基本買いに行くんですけども、時差があるせいで、始まる時間が土曜日の12時なんですよね。もうここからがっつり買い物行かなきゃいけない時間で、ちょっとね、さすがに無理があって今回ダメでした。チェックインまでしたんですけど、ほんとね、運営さんには申し訳なかったですね。土壇場でキャンセルお願いして、取り消させてもらいました。もう来月とかね、なるべくこう時間を作って午前中買い物済ますとかして、参加できるようにしたいなというふうに思っているところなんですが、ちょっとまあその辺の話はさておいて、今日見ていきたいのはそのクラウスさんのアタックですね。見せてもらったんですよ、このアタックを。なんですけども、すんごいね、やっぱね、確実性が高いアタックをしているなっていうのが印象的で、で、たくさん本当にもう上手いポイントがありまくってるんですけども、僕の中で、これは、応用が僕らでもこう、効くなっていうテクニックを、合計10個に絞って本日お届けしたいというふうに思います。それをね、一個一個、見ていきましょう。ではですね、まず、1回目のアタックですね、こちらなんですけども、クイヒーラバルですね。戦術の考え方としては、ここクイヒーで潰します、こっちロイヤルチャンピオンで潰します。で、こっちをキングで潰します。と、まあ、いうことですね。で、ですね、呪文構成まず見てほしいんですが、平質の呪文1個を除いて、これですね。全部他は、クイヒーにも使えるし、ラバルにも使える。無駄がない呪文構成になってるんですね。この呪文構成がすごく、この無駄のなさっていうのがやっぱり、学ぶべきポイントの一番目かなというふうに思うのと、このインビジの呪文。これね、ロイヤルチャンピオンに使うんじゃないかなっていうふうに思う人が多いと思うんですけども、これですね、実はクイーンに使います。で、今回、ここのね、すごい高火力帯ですよね。これ、タウンホールがあって、陸の黒壺が2個あって、投石もあって、防衛軍、アーチャークイーンもいるって。これどう見てもこれも七に入っていくようなもんなんですけども、レイジーとフリーズとインビジを使ってクリアしていくんですね。で、このインビジっていうのは、ユニットを隠す効果があるっていうのは、まあ、逆の言い方をするとダメージを受けずに一定時間いられるっていうことなんで、こうね、瀕死になったアーチャークイーンを回復する時間稼ぎになるんですよね。で、これ、防衛軍をしっかり見て、釣ったところで中身確認してからのポイズンですね。これもすごくうまいですよね。で、その後、バーバリアンキングはこちらの3次方面の壁の中、いつの間にかもうカットと壁焼きが終わってますね。すごいな。で、入れていって、で、レイジをかけて、アーチャークイーン、これはやられないなっていうことを確認するために少し時間を置いてますね。インビジかけて、これ今、レッドゾーンになってて体力を一気に回復させましたね。これがさっき言ったインビジ効果ですね。で、さらにジャンプをかけて奥側に歩かせていきながら、もう援軍も連れていて、怖いものなしのルートをロイヤルチャンピオンを歩かせるということですね。これ、防衛援軍が出てくる前に焦ってロイちゃん出しちゃうっていう方もいらっしゃるかもしれない。多分僕やっちゃうと思うんですけども、それ結構怖がって。なんですけども、そうすると、ロイちゃんが全部防衛援軍と貸し出しちゃって、あっという間にやられちゃいます。全く伸びなくなっちゃうんで、しっかりとアーチャークイーンに、防衛援軍撃破させてからロイちゃん出すっていう、このね、ワンテンポ遅らせたロイちゃんがすごくうまいポイントに。で、最後4つ目。今から出てくる突撃艦。これね、この相手のロイちゃんにこう当ててくんですよね。なんですけども、中に入ってんのがバルーン7体プラス、なんだっけ、ベビードラゴンですね。1体入っている、ね。で、これによって、ロイヤルチャンピオンを処理していくわけなんですけども、このですね、突撃艦なんかちょっともったいなっていうふうに思う方多かったんじゃないかと思うんですよ。見てて。多分、この村の配置も当然これ初見で攻めてるんで、ここにテスラがゴリゴリっと出てくる可能性も当然あるわけですね。そうするとアーチャークイーンがタウンホールの核に入らないで逸れていっちゃうというケースがまああり得る事故のパターンかと思います。そうなった場合にタウンホール壊さなかったら星1で負けちゃうので、しっかりタウンホールを壊すために、突撃艦はタウンホール破壊用の保険でも持っていったんじゃないかなと思っていて、そのための、バルーン7体じゃないかなっていうふうに思いますね。この突撃艦の、無駄のなさ、どちらにも使える2種類の使い方ができる突撃艦の準備。
さらに2種類の使い方ができる呪文の準備っていう、このもう準備からしてもすごいというところと、クイヒーをタウンホールのこの超高火力隊に突っ込ましても生き残らせられるっていう、まあ、判断ですね。そのためにインビジを持っていっている。ポイズン効果に乗っちゃうと結構やっぱ苦しくなってきちゃうので、そこでやられないようにインビジの呪文を持っていって、一回赤状態になったクイの体力を回復させるためのインビジ。このもう準備とそれを使いこなせるという確信ですよね。この辺っていうのがまあすごくうまい。さらにロイヤルチャンピオンは相手の防衛軍をちゃんと処理し終わってから出すっていうこの順番ですね。この辺っていうのが、この一本目のアタックに詰まっているものすごい大きな、ヒントなのかなというふうに個人的には思いました。はい。では、二つ目行ってみましょう。ですね、こちらのアタックですね。今度は、スーサイドラバルになるんですが、ここにはね、6個、ヒントがあるかと思ってます。まず、バルーンからの突撃艦ですね。で、これを、タウンホールの方まで持っていくのかと思いきや、このね、隙間に入れるのかと思いきや、手前の、宝石ゾーンに落とすんですね。で、こうすることによって、ここの削り見てほしいんですけども、宝石機、さらに奥側にあるテスラとか、この辺全部削りながら、この壁際のこの外の方、ここまでこう削っていくわけなんですよ。で、そうすることによって、これから出てくるキングっていうのが、逆走しないようにしてるっていうね。この、突撃艦スパビスによって、しっかりと主要施設の破壊プラスサイドカットの効果ができてるっていう、この二つの意味を持った突撃艦スパビスの使い方がすごくうまいなという点と、さらに、いった防衛軍ですね。アーチャーでここに釣り寄せてますね。これ、大砲が来ないところを狙ってアーチャー出して、アイスゴーレムをアーチャークイーンで、これ、ノーダメージで撃破してます。要するに、バーバリアンキングが出ている状態で、アーチャークイーンが足止め食らっちゃうっていう状態はあんま作りたくないんですよね。そのババキンが撃たれ損になっちゃうんで。どうせ撃たれるんだったら、アーチャークイーンがその後ろから、鉄を破壊してくれるような、そういうような格好を作っていきたいので、まずはアイスゴーレムを破壊してから、アーチャークイーンを出す。で、さらにこのポイズンの出す位置ですね、これ。ここが、まあ、ポイズンのエリアになるんですけども、狙いはロイちゃんなんですけども、ロイちゃんがギリギリ入るようにして左側に打ってますよね。これ、バーバリアンキングが歩っていくゾーンに、スケルトントラップがこう出てきた場合、それを、このポイズンでちゃんと焼けるように、ポイズンの無駄のない打ち方をしているっていう、これがですね、まあ、すごい7個目のあのポイントなんですけども、やべえなっていう感じですね。で、8個目のポイントはこれから来ます。壁開けですね。この壁を開けるわけなんですけども、バーバリアンキングを外周にもう歩かしちゃいたいんですね。こっち側カットしたいんで。なので、歩くことを見計らってからのタイミング見ての、スーパーウォールブレイカーね。で、さらにこのベビードラゴンでカットを促進してるところもまあ見逃せないんですけども、それ以上にやっぱりうまいのはこの後の2層目の壁開けもそうですね。何せ壁開けのタイミングっていうのがちゃんと測られている。結構ね、この形よくあるんですよ。ババキン中に入れたがる人もいて、僕もそうなんですけども、じゃなくって、ババリアンキングはもう外周にガーンと歩かせちゃうことによって、アーチャークイーンをここまっすぐこう狙ったところにね、壁の中の方に進ませていくっていうパターン。で、これも、ウィズトをアーチャークイーンが壊した瞬間にウォールブレーカー出すことによって、このタウンホールのルートを作るわけですね。で、うまいポイント、9個目ですね。このタウンホールが起動した瞬間にこれ、まあ、クローク発動してるの分かりますかね、これ。で、このタイミングがすごくって、タウンホールを落とすときに、まあ、クロークをこう、我慢しちゃって、普通にこう殴ろうとする方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけども、これやっちゃうと、アーチャークイーンの体力を無駄に削られちゃうんですね。なので、どうせクローク吐かされちゃうんだから、もう早めに吐いちゃって、ダメージ受ける前にタウンホール壊しちゃいましょうよっていう風な使い方をしてるっていう、これがうまいですね。で、さらに、ロイヤルチャンピオンを出した瞬間にもバルーン展開してましたね。今ちょっとそこ言いそびれちゃったんですけども、アーチャークイーンとロイちゃんの体力が満タン状態でこうラバルを展開し始めることによって、クイーンとロイヤルチャンピオン、さらにラバル部隊が並行してこう進む。ね、こうなってくると、各々が、それぞれターゲットを取りながらユニットが進軍していくので、まあ、当然ながら、ラバハウンドとバルーン、さらにヒーローたちが受けるダメージの総量が減るということ。さらに、当然総量が減って生き残れば、破壊がより促進されるので、防衛施設の壊し損ねが減る。さらに時間切れのリスクが減る。時間を負けるわけですよね。っていう、まあ、いろんなメリットがある。この、クイーン、ロイヤルチャンピオン、まあ、キングが生き残ってたらなおいいんですけども、生きている状態でスタートするラバルっていうこのタイミングですね。これが10個目の、すごいうまいなと思うポイントでした。6個、振り返っていくと、突水を出す場所ですね。サイドカットプラス使用施設の破壊という点。で、次、2つ目っていうのが、釣った援軍はしっかりアーチャーで釣って、無害なところでクイーンを、使って処理するという点が2つ目。
で、ポイズン打つ場所ですね。ロイヤルチャンピオンに使うんですけども、真上じゃなくて若干左側、これからババキンが歩いていくところに出てくるスケタラを警戒しているっていう、この、技術。で、さらに壁開けのタイミングですね。しっかりとバーバリアンキングがそこを通り過ぎてから開けることによって、アーチャークイーンが、そのまま壁の中に垂直にこうね、向かっていく。こうなっていたら、この垂直に向かわせるためにキングでこの辺を全部カットさせていくということなんですね。で、この壁開けのタイミング、さらに、このウィズドを壊してから、ちゃんと壁をさらに奥まで開けていくっていうね、ウォールブレーカー出すタイミングがすごく、絶妙ですよね。で、タウンホールに出くわしたらもう即クローク。を使うことによって、無駄なダメージを受けずにアーチャークイーンの体力を、ちゃんと減らさないような、使い方をしている。これクローク温存するのは逆効果っていうのをね、もうクラウドさんに教わりました。で、10個目、アーチャークイーンロイちゃんが体力満タンで生きている状態でもどんどんラバル開始しちゃうことによって、それぞれのユニットがお互いを補完し合って、より破壊を促進し時間を巻くというね、この合計6個の技術、この攻めに入っているすごいね、盛りだくさんの、内容を見せてもらったかなっていう感じがします。ではね、ここまでで一応お伝えしたいことは全部なんですけども、流しながらもう一回見ていきましょうかね。10個言っていきますので、それぞれ目で追ってもらえたらなと思うんですけども、まずは、このタウンホール区画に入れるアーチャークイーンですね。ここを生き残らせられるというもう確信がまだあったことがすごいんですけども、それを生んでいる要因はインビジの呪文を持っていっているという点ですね。さらにクローク、レイジ、フリーズ、ふんだんに使うことによって、いかようにもアーチャークイーンの体力を、回復させる。まあ、要するにレイジは常に切らさないんですけども、減らさないでいた上でも体力を削られちゃう場合にはフリーズを使う。で、フリーズを使っても体力が削られちゃってもうどうしようもない場合にはインビジを使って緊急回避をする。それでももう呪文も足りません、体力も足りませんって場合にはクロークを解放してもうとどめの緊急回避っていうもうね、もうレイジで1個目、フリーズ2個目、インビジ3個目、クローク4個目というもうこのね、40の体力管理策を要してここを突破していくっていうことですね。で、さらに呪文も、もしもそれ全部使い切らなかった場合っていうのは、ラバルパードにも応用できるように無駄な呪文を持ててないということですね。で、次、ロイヤルチャンピオンを出すタイミングですけども、この防衛軍しっかり処理して、アーチャークイーンの体力もちゃんと管理できそうだなっていうところを見計らってからロイちゃんを出すっていうところですね。アーチャークイーンがロイちゃん出して、なんだかんだ知るうちにやられちゃってはもう元も子もないので、ババキンをしっかりとこの3次方面から2次方面に歩かせていって、で、アーチャークイーンはタウンホールから投石の方面にジャンプで入っていくですね。ここをちゃんとレイジを使って、体力が減ってきてやばいなっていうところでしっかりインビジを使ってこれで体力をブルーのマックスまで回復する。で、このタイミングでロイヤルチャンピオンの登場ですね。キングとアーチャークイーンがターゲットを取ってくれてるんでロイちゃんに入るダメージは極小になっていると。ジャンプを使って屋外に入っている。で、このまあロイちゃんのタイミングっていうのが3つ目だったんですけども、最後4つ目は突撃艦の中身ですね。バルーン7体プラス、ベビドラを使うことによってアーチャークイーンがタウンホールの角に入らずに逸れちゃった場合、タウンホールをケアする用のたくさん入った、バルーン。で、それがプラン通り行けた場合っていうのは、最後ロイちゃんに当てていくことによって、バルーンたちの全滅を防ぐための突撃艦にしていくという感じですね。これ多分ロイヤルチャンピオンここですよね。ワンチャン食い火で処理もまあ一応できる位置にあったんで、それも絶対考えてらっしゃったと思うんですけども、倒されてもちゃんと中に入っているベビードラゴンでロイヤルチャンピオンをこうね、処理しますよっていう、もうこの何重にも仕上がったこの、保険の保険の保険ですよね。いやーすごい。っていう感じですね。プランニングに保険をかけるっていう考え方もやっぱすごいし、そこのバランスですよね。これに関しては、まあやっぱりその、一朝一夕に身につくものではないと思うんですけども、プランニングする上でこういう、今日お話しするこの10個のヒントっていうのがいろんなところでこう生きてくると思うんで、まあ、ぜひね、頭の片隅に置いてもらえたら、とてもいいんじゃないかなというふうに、私自分もそうしていきたいというふうに思います。で、ラスト。ね、ラストっていうか、このアタック。ここにある6個のチップスね、しっかりと見ていきたいんですが、まず1個目。トスウィズっていうのは必ずしもタウンホールを狙うわけではありませんと、奥まで入れるとなるとエアスイーパーの影響を受けちゃうんで、手前で落とすことも、自負ないと。で、手前に落としたからには、しっかりと相手の主力防衛を壊しながら、この壁際までこうカットをきっちり入れていくことによって、次に出すヒーローパートの、サイドカットで無駄なユニットと時間を割くことがないようにしてますね。で、釣った防衛円君はアーチャーでしっかりと壁際に釣り寄せると。
で釣り寄せることによって無害なところでアージアクイーンを使って処理をする。バーバリアンキングとアージアクイーンが、アイゴレのフリーズ効果で止められている間にガンガンダメージばっかり受けちゃうというような、もったいない状態を作んないわけですね。こんな感じだね。で次、ポイズンの呪文。これも、ロイちゃんにかけるんじゃなくて、まあ、かけるんですけども、ロイちゃんだけにかけるんではなくて、進行方向にかけることによって、出てくるスケルトントラップっていうのをスムーズに処理できるための、布石というかですね、使い方をしているという点。これが、このアタックでの、3つ目、合計で7つ目のところですね。で、次、ウォールブレイカーのタイミングですね。バーバリアンキングがちゃんとこう通り過ぎてから間髪入れず、スーパーウォールブレイカー。で、さらに、この、大工の小屋の手前を開けたいので、ウォールブレイカーは、壁の中に施設がある一番近い壁を開けるわけなので、このまま行ったら今これウィズトの壁を開けちゃうんですね、ここのところを。なんで、ウィズトワーチャークイーンで壊した瞬間にスーパーウォールブレイカーを出して、ここですね。はい。そうすることによって次に一番近い、施設がある壁を壊していくということになります。で、さらにこの後、アーチャークイーンはタウンホールと貸し合う瞬間にクローク発動することによって無駄な体力の減少っていうのをさせないわけですね。クロークがスケルトントラップに行っちゃうっていうのもすごくもったいないし、そういうことをさせない。で、ロイヤルチャンピオンとアーチャークイーンをこう並行して進めることによって、お互いがつかず離れずの関係で進んでいて、ダメージを分散させる。かつ、そこにもう同時展開でラバルを出していくことによって、ロイヤルチャンピオン、アーチャークイーン、ラバルパートっていうのが全部並行して、進むことによる、破壊の促進ですね。あと時間の巻きですよね。をすることによる確実な全開へ の布石作りっていうかですね。いうところ。これが10個目ですね。今回のこの2つ目の攻め、まとめていくと、トツウィズの、落とす場所と、その効果、サイドカットプラス主力施設の破壊。で、援軍はアーチャーで釣る。で、ポイズンの場所ですよね。で、壁開けのタイミング。アンホールには即クローク。ロイヤルチャンピオンアーチャークイーンが生き残っている段階でラバルを回す。この合計6つ。で、さっきの様子と合わせ合計10個ですね。いや、すーんごい。やっぱこれですね。自分が全部やっぱ折り込みながら攻めるっていうのは難しい。多分もっともっと、クラウさん、こういう、引き出し持ってらっしゃるうちの、まあ、ごく一部なんでしょうけど、でも多分こういうふうにですね、可視化言語化してみると、あ、これ自分の攻めにも使えるなっていうポイントはきっと出てくると思うんですね。なんで、頭の片隅にこう置いておいて、攻めを考えるとき、プランニングの際に引っ張り出すことができるようにですね、覚えておきたいなという、まあ、ヒント10個、今日はまとめてみました。いかがでしたでしょうか？もしこれ参考になったよということであれば、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また、私のチャンネルですね、こういうクラン対戦のアタックの解説の動画中心にやっております。これからも、タンホール12から14幅広くですね、動画をお届けしてまいりますので、どうぞご視聴いただけたら嬉しいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。では、本日も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。